はい、今日は8月7日の、あ、今ね、お昼ぐらいですね。はい、昨日は飲みすぎましたね。結構、飲んで、久しぶりに酔ったという感覚になりました。でもね、まあ、二日酔いもなく今は、はい、元気でございます、はい、眠くなったぐらいですね、でね、今日は前にこちらの猫豚さんをね作ってくださった方の紙袋の中にね一緒にお手紙が入ってたので、こちら、はい、読ませていただいたんですけど、動画でね紹介できていなかったので、はい、これを読みたいと思います。そしてこちら、じゃん、 T シャツが当たったまるまるたまごちゃんからもお手紙が届いたので、はい、こちら開封して読んでいきたいと思います、ね、読めるところは読んでいきたいと思います。読んでいいのかな確認してないけど、はい、きっとね、はい、まるまるたまごちゃん、はい、いいかなまたね、読めない内容じゃいけなそうな内容だったらカットしますので、はい、読んでいきたいと思います。まずは猫豚さんを作ってくださった工作さんですね。はい、私これ何度も読んでちょっと髪がねくしゃくしゃになってしまったすいません。あきねねさんへ、バッチありがとうございます。 T シャツ欲しかったんですがしょうがないですね、わら。また次回チャンスがあればその時にでもまた応募しますね。今回のお礼に、バッチをお送りしたんですけど、あ、そうですね、書いてありますよね今回のお礼にあきねねさんのチャンネルのサムネの絵を編みぐるみで作ってみました。あんまり似てない上に手作り感満載ですいません。でも気持ちを込めて作ったので少しでも喜んでもらえると嬉しいです。もう少しどころかね、すごくすごく嬉しくてすごい喜びましたよ後頭部がちょっとハゲてますが、わら。そんなことないですよ、そんなことないですよ、はい、問題ないです。いつも動画楽しませていただいています。これからも楽しみにしていますね。はい、工作 ASMR さん、 PS 字が汚くてすいません。いやいやいや、読めればどんな字でもいいんですよね、一人一人、はい、お気持ちを込めて書いてくださった字であれば、ああ、ありがたいですね。かわいい猫豚さんでね、立体的になるといいですね。はい、ではまるまるたまごちゃんからのお手紙も読んでいきたいと思います。チョキ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 、よいしょ。オープン、先ほどね、この手紙を開いた瞬間に、まるまるたまごちゃんのね、お名前が書かれていたので、はい、そちらはね、ちょっと応急処置で、ごめんね。はい。まるまるたまごちゃんの、はい、こちらはね、
シールでちょっと隠させていただきました。はい、応急処置です。後で外したいと思います。はい、では読んでいきたいと思います。あきちゃんへ。あきねねチャンネル、あきねねさん、チャンネル登録者数640人、600人超え、おめでとうございます。登録したのはつい数ヶ月前なのですが、実は1年ほど前から動画を拝見させていただいています。初めてあきちゃんの動画を見たとき、あなたの声がとても心地よくて、動画の途中でうとうとしてしまったのを今でも覚えています。フィジットの動画ですね。懐かしいです。フィジット懐かしいですね。あれは1年以上前、もっと前、もうだいぶ前の動画ですね。うん、あれは姪っ子と甥っ子にねあげたんですけど、もうね歌をね上手にね歌えなくなるほどね、あとね体の色がね黒ずむほどにね、甥っ子とか使って遊んでくれて、はい、もうね今はねちゃんと動く状態じゃないんですけど、うん、あれね、このぐらいのサイズの人形、なんかシリコン素材でこう触り心地もなんかすごいいい感じのお歌歌ったり、なんかギャグを言ったり、そういうね、うん、おもちゃでしたね。懐かしいですね。うん、そこから全てが始まり、あきちゃんがアップした動画を全て見尽くすまで一瞬でしたね。 笑い、面白い。うん、すごいですね。うん、今までにね今900本とかそのぐらいね動画が、はい、出しているのでね、すごいですね。時間がかかったかと思います。消防車の音がちょっと聞こえますが、はい、はい、消防士さんが頑張ってくれると思います。あきちゃんが一番初めにアップしていた動画も遡ってみましたし、歌動画かっこお姉さんのも含むリクエスト動画、朗読動画と漏れなくチェックしましたよ。それくらいあきちゃんの動画が好きです。声も素敵です。寝る前にはどんなに疲れていても必ずあきちゃんの動画を見てます。これからもリスナーのうちの一人としてあきちゃんを、あきねねチャンネルを応援していきます、しています。無理をせず頑張ってください。まるまる卵、かわいい。すごいですね。うん、いやー、いろんな動画を見てくださって、またねちょっとまとめ上手というか、うん、すごいですね。うん、いや、なんか書かれてますね。勝手に猫豚さん、猫豚ちゃんを自分絵で描いてみました。迷惑でしたらすみません。燃やすなり焼くなり。猫豚さんかわいい。はい、先ほどねこの布団の中を探そうと思ったら、ちょっとね裏面の住所までね映っちゃったので、もう一度ね、はいはい、撮り直しです。でこれですよ。もうねさっき見ちゃったんですよこれ。でも住所が映っちゃって、いやこのやばいですよね。このじな擬人化された猫豚さん、もうねこれすごい、もうね絵がうまいんですよね。まるまる卵ちゃん絵がうまいし、なんかすごいです。いやー、かわいいです。このね、なんかちょうどいいミニチュアサイズだから、
ここに秋にねチャンネルみたいな感じで書いて配るのもいいなって思ったり、すごいですね、立体化された猫豚さん、擬人化された猫豚さん、もうね嬉しいプレゼントばかりですね。すごい嬉しい。もう早速これコピーしたいですもんこの猫豚さんは保存用として取っておいて、ね、コピーして、いや配る機会とかないんですけど、いやーかわいいな、配りたいぐらいの、いい、とってもいい贈り物でした。いやーすごい、まるまるたまごちゃんと、はい、工作さんからのお手紙と、はい、贈り物でした。いやーとても嬉しかったです。またねちゃん、あの動画とかもこれからも見ていっていただけるととても嬉しいです。まだまだね600人というあの、はい、限られた人数というか、はい、小さなチャンネルなんだですが、はい、もう私にとってはもうこのね600名さんすごく多く感じてますので嬉しい限りです。はい、これからも動画を、はい、見ていただけると嬉しいです。ではおしまい。